はい。また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはですね、まあ、2020年の世界最強の格安スマートといえば Poco X3 なんですけれども、そのね、Poco X3 にも勝てるんじゃないかなと思うね、スマートフォンを紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。リアルミー7 Pro です。 はい、こちらの端末はですね、まあリアルミーのね、まあ一番ね、主力のまあナンバリングシリーズのまあ、最新モデルになります。リアルミー7 Pro ということでね、上位モデルになりますけれども、リアルミー7というね、まあ下のモデルもありますが、今回はね、その上位モデルの方を紹介します。 はい、スペックの方で、ね、まず見ていきたいと思います。でね、ポコ X3 ととりあえず比較しながらね、ちょっと話をしていきますけれども、まずね、スマートフォンのね、結構メインな部分である SOC なんですけれども、こちらはですね、スナップドラゴン 720G というね、SOC になっています。ですので、数値だけね、見ると、ポコ X3 は、えー、732でしたっけね。えー、ですので、ちょっとね、ポコの方のが上のモデルになります。アンツーベンチマークでもポコは29万から30万ぐらいですかね。でやっぱりね、720G は28万点から2 0 十七万点とかね、まあそれぐらいだと思います。まあですので SOC のまあスコアとしてはまあ一万点からまあ二万点ぐらいもしかしたらね差があるかもしれません。まあただこのぐらいの差であればそのね実際の仕様の中でそれほどね差を感じることはないと思いますので、まあ差はあるけどもそれほど変わらないではないかなと思います。はい、あと充電の方を見ていきたいと思います。え充電もねここに六十五ワットのスーパーダートチャージということで六十五ワットの超高速充電に対応しています。ちなみにポコ X3 はね三十三ワットでしたのでまあそれでも十分早いんですけれども。 それよりもはるかに余裕ね 65W の充電に対応していますはいあとね画面がですねこれがいいんですよ、えーね、6.4インチのスーパーアモレットいわゆる有機 EL ディスプレイになっていますで POCOX3 はね、まあ、液晶なんですけれども 120Hz の高リフレッシュレートのディスプレイになっています、まあ、これはねどっちがいいかっていうのはちょっとねなかなか判断がつかないんですけれども まあ、ただですね、このね、ナンバリングシリーズ、リアルミーの格安スマートフォンのナンバリングシリーズは、まあ、安いっていうこともあって、今までね、やっぱり液晶ディスプレイだったんですけども、このリアルミー7プロはね、ついに有機 EL ディスプレイを搭載してきました。ただですね、この有機 EL ディスプレイはあの、いわゆる高リフレッシュレートに対応したものではありませんので、あくまでもね、従来型の、まあね、有機 EL ディスプレイになっています。 はい、カメラの方はですね、6400万画素のソニーセンサー IMX682 を搭載しています。まあ、これはですね、Poco X3 とね、同じものになりますね。Poco X3 も682を搭載しているんですけれども、で、リアルミー7のね、発表会の時に、 あの、なんかね、同じ6400万画素。例えば、あのリアルミー6も6400万画素の、まあねえー、カメラだったんですけども、その第二世代の6400万画素のカメラだっていうことを非常にね、アピールしていましたので、まあセンサーも変わりましたけれども、まあソフトウェア的な部分もかなりね、改良されているんではないかなと思います。あとですね、動画撮影時にね、こう明るく撮る、いわゆる動画撮影の、まあ、夜景モードって言いますかね、ナイトモードも搭載しているということなんで、その辺もね、後でまた見ていきたいと思います。 メモリーの方ですけれども、8GB とストレージが 128GB になっています。で、リアルミニー7 Pro はですね、とりあえず現状ですね、この 8GB と1ニッパーのモデルしかありません。これでですね、価格はですね、約3万1000円です。 ま、三万一千という価格を考えると、結構ね、やっぱり有機 l を搭載してるっていうところがありますので、結構面白い値段じゃないかなと思います。まあ、かつですね、これすごく安くなってるっていうね、え販売価格じゃないと思いますので、今後ね、もっと下がると思いますので、そういう部分ではかなりね、期待できると思います。ちなみにね、Poco X3 の、ま、Poco X3 って、あの、8GB モデルがないんですよね。まあ、6GB モデルが最高になりますので、RAM の容量についてはやっぱりね、こっちの方が上になります。まあ、それで Poco X3 の 6GB の 128GB モデルが多分二万 8000円から2万9000円ぐらいだと思いますので、まあ、価格差としては、まあ、2000円から3000円ぐらいじゃないかなと思います、まあ、この価格差をどう見るかっていうところはありますけれども、まあ、どうですか、まあ、でも、ね、UKL ディスプレイを搭載して価格差3000円ということであれば結構悪くないんじゃないかなと思います。 はい。さらにね、Poco X3 は、まあ、バッテリーの容量がね、えー、5160mAh ですかね。で、こちらはね、4500mAh ということで、ちょっと数内めになっていますけれども、その分軽量にもなっていますし、まあね、Poco X3 の悪いところって、ちょっとデザイン的にいまいちなところとね、あとカメラのデザインとかカメラの位置とかがあんまりね、良、えー、くないということで、その辺は結構ね、いい端末だったんだけれども、ちょっとデザイン的な部分とか、重量とかね、その辺が結構突っ込まれたポイントだったと思うんですけれども、まあ逆にですね、こちらのリアルミーシリーズは、あんまりこう、奇抜なデザインではないんですけど、 けれども結構好き嫌いのないオーソドックスなデザインになってますのででバッテリー用容量も少ない分ね軽量になっていますのでその辺がね結構お勧めできると思いますはいそれでは開封していきましょうはい全部黄色はいそれでは同梱品を見ていきましょう中も黄色ですそれでは同梱品見ていきましょうとりあえず充電用の Type-C のケーブルに SIM ピンが入っていますのでこちらのバカでかいのが 65W の充電器になっていますこのデカさですからね ま、65W なんで、かなりね、でかいね、えー、充電器になっています。ちょっとこれはね、日常的であんまり使いたくないでかさですね。はい、それではこちらの箱も開けていきましょう。中は説明書が入っていますね。それとですね、ケースが付属していますね。まあ、これはいつものね、リアルミーのケースですけれども、まあ、一応クリアーって言いますかね、えー、こう透けて見えるタイプになっていますけれども、あの、本当に透明じゃなくてね、少し色がついています。ちょっと黒っぽいですね。まあ、黄ばんだ時にちょっと目立たなくしてるんですかね。 本体の方を見ていきましょう、ここにね、NFC があるっていうことを書いてありますね、あと、SIM スロッター、トリプルスロットに対応しています、あとね、先ほど触れなかったんですインカメラもね、3200万画素のカメラになっています、やっぱりロシア語ですね、はい、それではね、背面の方を見ていきますけれども、これでかっちょいいですよ、見てください。この このグラデーション見てください。で、これミラーブルーっていうことで、ちょっとここでね、あの、輝きが変わってるって言いますか、わかりますかねここに線が入ってて、少しね、輝きの感じが変わるんですけれども、あとね、ミラーシルバーっていうのがあって、そっちは本当に鏡みたいな感じでね、こう映ってるんですけども、まあ、この背面を見ただけで、ポコ X3 に圧勝ですね。ポコ X3 ってなんかポコってでかいね、字が書いてあって、この辺にどでかいカメラがついていて、まあ、はっきり言ってカッチョ悪いんですけれども、これはやっぱさすがリアルにカッチョ良すぎますね。 はい。カメラの方の出っ張りはね、まあ、そこそこありますね。そこそこ出っ張っています。ただね、これ見てもらうと分かる通り、さっき背面ね、結構ね、あの、グラデーションで輝いてましたけども、角度によってはこういうね、落ち着いたブルーにもなります。はい。それでは、側面見ていきましょう。とりあえずね、ここに SIM スロットです。これは先ほど言いましたとり、トリプルスロットに対応しています。これ嬉しいですよね。あと、ボリュームボタンです。はい。逆サイドにね、電源ボタンがありますけれども、ちょっとね、色がついてますね。黄色というか、まあ、ゴールドというか、ちょっと色が入ってます。 はい、ちょっとね、ピントが合いづらいんですけれども、下の方ですね、スピーカーに、ここにね、充電用のタイプ C に、小さいなってね、マイクに3号のイヤホンジャックがちゃんとついています。はい、上の方はね、何にもないですね。 はい。重量の方は 185g です。まあ、バッテリーの容量がね、4500mAh で、えー、6.4インチのね、ディスプレイを搭載しているということを考えれば結構ね、頑張ってるんじゃないかなと思います。ちなみに Poco X3 は 215g なので、かなりね、やっぱり重量に差があると思います。それではケースを乗せてみましょう。ケースを付けると 203g ですので、まあ、ケースを付けてもね、ちょうど 200g ぐらいということなので、これは結構いいんじゃないかなと思います。 はい。付属のケースをつけるとね、こんな感じです。まあ、やはりね、あの、ケースをつけてしまうと背面の良さというのはね、ほぼなくなってしまいますね。で、非常にね、やっぱ安っぽくなってしまうので、やっぱこのケースね、まあ、ケースつけないってわけにもいきませんけど、まあ、ちょっとね、もったいないかなという感じです。えー、カメラの出っ張りの方は、ケースをつけることによって解消されません、ね。ちゃんとカメラ面がケースのね、下に入るような形になってますので、直接ね、レンズ面に触れることを防ぐことができると思います。 はい、それではペリペリを剥がしていきましょう。はい、それでは起動していきましょう。リアルミ。はい、それではね、無事に起動しました。もうね、問題なく日本語で利用することができます。当然ね、Google Play Store も最初から入っています。それでは中見ていきましょう。 アプリの方は、まあ、大体ね、リアルミーシリーズは一緒です。入っているものとすれば、Google のアプリと、まあ、リアルミーのね、基本的なアプリと、まあ、Facebook 入ってますね、いつもね。あと WPSOffice と、まあ、ロシア語の謎のアプリですね。あと、なんか WhatsApp 珍しいですね。これはあんまり見たことないけど、入ってますね。はい、ストレージの方はね、128GB 中ね、15.1GB を最初から利用しています。まあ、特に多くもなくね、少なくもなくといった感じだと思います。 はい。以上、端末情報を見ていきましょうか。リアルミー7プロですね。リアルミー UI バージョンは1.0。アンドロイドは10ですね。ラムは 8GB に。ストレージは 128GB。スナップドラゴン 720G です。はい。それではね、こちらの端末はね、UKEL ディスプレイということもあってね、画面内の指紋認証センサーに対応していますので、ちょっとやってみたいと思います。はい。持ち上げるとね、ここに指紋のマークが出てきますので、ここで、ロック解除ということですね。結構精度は悪くないですね。 はい。こんな感じでね。まあ、スピードも十分かなという感じですね。はい。結構いいです。はい。それではね、フェイスアンロックの方もやってみたいと思います。それでは行きます。はい。はい。一瞬ですね。まあ、顔認証ってみんな一瞬ですけど、同じようにこれも一瞬です。一瞬ここのね、パンチホールカメラ、インカメラは光りますね。はい。こんな感じです。 はい。UKL ディスプレイなのでね、常時表示 AOD が利用できます。ちょっとこれやってみましょう。とりあえず今オンになってますね。で、まあ何時間何時までかね、時間を指定してあとね、えー、そこに表示する日付とかバッテリーとか通知とかを選ぶだけです。まあ他の端末ですとね、なんかデザインを選択したりできるんですけれども、まあこの AOD については本当にシンプルでね、あんまりその遊び心はないものになってますね。 はい。ちなみにね、その表示されてるのがこんな感じで、本当に時計と、まあ、日付とね、バッテリーの容量が出てるぐらいで、ちょっとね、あまり面白くないですね。 はい。それではね、ディスプレイの方を見ていきたいと思います。リアルミー7プロは、有機 EL ディスプレイを搭載しています。で、リアルミーのね、7プロは上の方ですね。下がね、ポ o c o X3 になります。こちらはね、液晶ディスプレイなんですけども、120Hz の高リフレッシュレートに対応しています。まあね、写真を見た感じで、えー、ほとんどね、AS を見ると差がないかもしれませんけれども、実物で見ると、 明らかにね、やっぱ UKL ディスプレイの方が発色がいいですね。まあ派手というか、明るく出てるというかね。その辺の違いはあると思います。ただ、これがすごい決定的な違いになるかというと、ちょっとそれは微妙かもしれませんね。はい、じゃあ次の写真を見てみましょう。ああ、やっぱね、これ見てもね、発色はやっぱいいんですよね。で、近くで見ると、うん、確かにね、やっぱこっちの方が綺麗には写ってますね。じゃあ、こっちの写真って。 ああ、はいはいはい。やっぱりね、えー、上の方が写真を見る分にはやっぱ綺麗ですね。まあただ、ポコ X3 もね、やっぱ汚くはないので、まあここがね、どの程度アドバンテージがあるかっていうのは微妙です。はい、それではちょっとね、視野角の違いというかちょっと見てみましょうか。こっちがね、ポコ X3、こっちがね、Real Me 7 Pro です。ちょっとこうやって見ると。 あ少しやっぱりね、あの、液晶ディスプレイの方が変色するっていうかね、色味が変わっちゃいますかね。まあ、正面ね、見てる分にはそんなに変わりないと思いますけども、やっぱこうすると液晶ディスプレイの方が色味が変わるかなと。で、やっぱりこっちの方が、まあね、明るさを保ってるというか、そんなに変わらないかなという感じは、まあ、気持ちしますかね。<laughs> 気持ちするかなっていう感じですね。 はい、こちらのね、リアルミー7プロはですね、まあ3万円というね、格安スマートフォンなんですけれども、ステレオスピーカーに対応しています。で、ポコ X3 もね、ステレオスピーカーに対応しているということで、ちょっとね、話題になりましたけれども、まあこちらも対応しています。ちょっとね、音を出してみたいと思います。 はい、やはりね、この辺とですね、やっぱりこっから音がね、両方ステレオで出てるのが分かりました。はい、それではスピーカーのテストをやっていきたいと思います。上が Realme 7 Pro、下が Poco X3 ですね。とりあえず Realme 7 Pro から再生していきます。はい、次は Poco X3 です。 ポコ p o c o x 3はいちょっとね私が聞いてみた感じはねリアル Me7Pro の方が音はいいような気がしますねはいそれではねカメラ機能を見ていきたいと思いますあのね発表会の時もですね、まあ、6400万画素のね第2世代のカメラみたいな感じで結構アピールしていましたのでどの辺が変わったかね見ていきたいと思います はい。とりあえずね、写真モードですけれども、この辺はそんなに変わりがないかなと思いますが、ここに AI ボタンがね、できましたね。ここに一応 AI のボタンがあるようです。一応設定の方を見てみましょうか。で、前のね、Realme6S にはね、このメニューの中に AI がありましたけれども、これはやっぱりこっちに映ったっていうことですかね。あと HDR とフィルターと、まあ、フラッシュライトですね。 あと、先ほどの設定から一応フレームですね。4対3とか、フルフレームであるとか、まあ、16対9とかね、選択することができます。はい、設定メニューの方は特にね、目新しいところはないですね。はい、それではレンズの切り替え行ってみましょう。一応ね、ここでレンズの切り替えができます。広角撮影に、メインカメラに、ここからね、デジタルズームになりますけれども、まあ、デジタルで最大ね、10倍まで写真は撮影ができます。 はい。あとは、ここにね、ヴィガンモードですね。美顔ガン AI モードがあります。はい。次はですね、ビデオ撮影モードですね。えー、こちらの方、とりあえずね、レンズの切り替えから見ていきたいと思います。えっ、ー、と、広角レンズでのね、動画の撮影も可能です。調子してみましょうか。はい。こんな感じですね。 ただ、やはり、これはですね、撮影をしてしまうと、レンズの切り替えはできないタイプですね。えー、ちょっとね、上のモデルなんかになりますと、撮影しながらね、レンズの切り替えができるんですけれども、やはりね、この端末は、やっぱり格安スマホといいますかね、ミドルレンジということもあって、えー、動画のね、撮影を開始してしまうと、広角レンズに切り替えることができないですね。できるのは、まあ、デジタルズームです。デジタルズームは最大10倍までできます。 はい。あとですね、この上の方にね、これはいつもそうですけどもね、カメラが揺れてるマークがあります。これが強力な手ブれ補正モードがオンになります。でさらにね、UIS Max っていうことで、ここをね、オンにすることによって、さらに強力な手ブれ補正が効くモードになります。ちょっとね、画角に変化がありますけれども、まあおそらく広角側を使って撮影してるんではないかなと思います。 はい。次はですね、こちらのね、真ん中のボタンですけども、これはね、効果を最大に発揮するため、撮影対象を一人にしてくださいということで、まあ、これはね、リアルミーの結構独特なね、えー、特殊な機能なんですけれども、動画撮影時にも背景ぼかし機能ができます。要は、動画撮影時に、いわゆるポートレート撮影みたいに、人物だけにピント合わせて背景をね、ぼかすという撮影が可能です。で、これはリアルミーでもね、下のね、端末ではできないんですけれども、まあ、ミドルレンジからね、上のクラスであればね、この撮影が可能になっています。 で、この下のところでね、そのぼかしの具合をね、えー、変更することができます。だから結構ぼかしたりとか、まあうっすらぼかしたりとかね、そのね、ぼかしの強さを変更することが可能です。はい、それではこの上のね、メニューの方を見ていきましょう。このメニューの上の中にね、設定ともう一つね、ウルトラナイトというモードがね、できました。これがね、発表会でもね、えー、説明していましたけれども、新しいね、撮影モードになります。 これをオンにするとですね、ここにウルトラナイトってね、表示が出ましたけれども、まあこれはですね、いわゆるね、写真とかですと、いわゆるこう夜景モードとかナイトモードとかっていうことで暗くてもね、写真が綺麗に撮れるモードがありますけれども、これはですね、その夜間撮影のね、動画版ですね。ですので動画でも明るく撮れるっていうね、機能になります。これちょっとね、新しいのでまたね、実際に撮影した動画をね、見ていきたいと思います。 はい。それではね、動画の解像度を見ていきましょう。フル HD の60フレームの撮影が可能です。ただ、ここにも書いてあります通り、ウルトラワイズレンズはサポートされていませんということなので、60フレームにしてしまうとね、あの、超広角のレンズは使えないということになります。4K 撮影も可能ですね。4K 撮影にすると、まあ、フレームレートの選択がなくなりましたので、4K の60フレームの撮影はできないようです。 はい。あとね、これもね、今までなかったと思うんですけど、ビデオウォーターマークということで、えー、動画撮影時にも透かしを入れられるみたいですね。ここを入れてみましょう。あ、ここに機種名と、えー、名前入れるところがありますね。だからここに娘のスマホと。まあ、写真ではこうやって入れてますけれども、これがどういう感じで反映されるかまた見てみたいと思います。 はい。あとね、リアルミーの端末ってみんなそうなんですけれども、あの、シャアウェの端末はね、この設定メニューの中に、あの、手ブレ補正のオンオフがあるんですけれども、リアルミーはできないんですね。要は手ブレ補正をオフにするっていうことができないんですね。まあ、先ほどね、あの、UIS とか UIS Max、さらにね、強力な手ブレ補正は、あの、オンオフができるんですけれども、まあ、通常の動画撮影時の手ブレ補正のオフはできないということですね。基本的に効いた状態ということになります。 はい。それではね、撮影モードの方を見ていきたいと思います。夜景モードがあります。で、これも最近新しいんですけどね、夜景モードでこのね、プロモードっていうのが選択できます。で、これでね、ISO 感度であるとか、シャッタースピードとかね、ホワイトバランスとか、フォーカスとか、そういったものを、まあ、選択できるということで、夜景モードでもですね、いわゆるそのプロモードが使えるようになりました。ちなみにレンズはね、広角とかは選択できないようですね。はい。あとですね、これ夜景モードなんですけれども、インカメラのね、切り替えボタンがありますので、あの、インカメラね、いわゆるセルフィーでもね、夜景撮影モードが利用できます。 あとは夜景モードの中も、ね、結構充実していて、これはあれですね、えー、三脚モードというか三脚に立てて使うモードです。いわゆる長時間録音モードですね。あとはこれがあのいわゆる星空モードですね。星空モードということで、これも新しく、ね、最近搭載された機能ですけれども、まあ、あの星空をきれいに撮る専用の撮影モードになります。 はい。それでは次はね、ポートレートを見ていきましょう。リアルミーはですね、まあ、このクワッドカメラの中に白黒のね、ポートレート用のレンズを搭載しています。で結構ね、この白黒のレンズを搭載してるんですけれども、これあんまり使い方がよくわからないということで、で、普通にもちろんね、あの、ポートレート、いわゆる背景ぼかしの撮影できるんですけれども、この前ですね、リアルミーのチャンネルですね、どっか、インドネシアかどっかのね、国の、まあ、公式のチャンネルがあるんですけれども、そこで見たときには、ね、このポートレートのね、白黒撮影の使い方みたいなのものをね、動画で説明していて、えそれ これはですね、このポートレートに切り替えてこのフィルターですね上のフィルターから2番のフィルターですねこれを使うとね白黒になるんですよでこれでねなんか撮影をしてねやってましたんでなんか白黒で撮るには適してるカメラなのかなと思うんですけれども一応そんな使い方もできるようですはいあとはね6400万画素で撮影するモードがありますでこっから プロモードね、そのまま選択できるようですね。これちょっと新しい UI だな。これ前なかったような気がします。あとね、その他の中に Google レンズ、タイムラプス、テキストスキャナー、ウルトラマクロですね。マクロレンズ搭載してますね。マクロ撮影ができます。スローモーションにプロモードですね。エキスパート、パノラマ。あと、映画ってのがありますね。これなかったような気がするな。はい、それではね、新しく搭載された映画モードなんですけれども、まあ、こんな感じですね。動画撮影時に結構ね、例えば露出。 フォーカス、ホワイトバランス、シャッタースピード、ISO 感度などを、ね、自由に変更して撮影することができます。ここでね、こうやってシャッタースピード変えたりとかできるっていう感じですね。 で、あと、オートにしておいても、ここでね、今、どういうね、ISO 感度で撮ってるのか、どういうシャッタースピードで撮ってるかっていうのがわかりますので、まあ、非常にね、撮影にこだわる方にはいい機能かなと思います。で、この左の方からね、簡単に手グり補正のオンオフが可能です。あとね、グリッド表示をしたりすることもできます。はい、ただですね、この撮影モードで撮影すると、まあ、いわゆるこう、横長のね、シネマティックなね、動画を撮ったりするときの、いわゆる横長の画角の動画になります。あとですね、この解像度の設定ができないんですね。先ほど見た動画撮影時のね、解像度 4K とかね、フル HD とか60フレームとか選択できましたけれどもこの撮影モードはそれがね全然反映されないんですねですんでこの動画撮影モードになってしまうとこういうね露出とかオートフォーカスとかは選択できるんですけれども画角であったりとかあとフレームレートとかねあと解像度は選択できなくて基本的にね 1080p で撮影をしているみたいですはいそれではね実際にリアルミー7プロで撮影した写真と動画がありますのでご覧くださいどうぞ この動画はね、リアルミー7プロのアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方はどうでしょうか動画撮影中のオートフォーカスは、はい、早いですね。はい、後ろに来ました。あ、早いな。手前に来ました。はい、後ろに行きました。あ、早いですねで。先日紹介したね、リアルミー 6SL も圧倒的にね、フォーカスが速いし的確ですね。はい、こんな感じです。はい、今回はね、リアルミー7プロをね、紹介させていただきましたけれども、 えー、とりあえずね、え、写真ですね、え、カメラ機能ね、え、実際に撮影した写真とか動画をね、見てもらいましたので、カメラの話からしますけれども、ま、あカメラ機能ですね、まあ、ああの、映像とかま、いたって普通かなと思います。ま、あ十分ね、え、この価格帯のカメラ、リアルミーのカメラということであれば、ま、綺麗に撮れますしね、普段使いでは問題ないと思います。まあ、むしろですね、やっぱりね、新しい端末ということがあって、今までなかった映画のね、撮影モード、映画モードですとかね、あと、ウルトラナイトモードってね、動画撮影時にちょっと明るく撮影できるモードとか、 まあそういったね新しいね撮影モードが追加されていて、あと星空あ撮影モードとかね、そういった新しい撮影モードが、まあ、追加されていることによって、ちょっとねその辺のカメラ機能の目新しさをね感じることができる端末ではないかなと思います。はいえー、と動画撮影時の手ぶれ補正なんですけれども、まあ、フル HD のね30フレームはまあしっかり効きます。でフル HD の60フレームは一応聞いてますけれども、若干やっぱ弱いかなという感じありますね。あと 4K の30フレーム、まあこれもね手ぶれ補正が効きます。でまあ、ね同時期にに紹介している多分先に動画 かってると思うんですけどもリアルミンの 6S については60フレームとか 4K の撮影だと結構、ね、手ぶれ補正が効かない感じだったのでやっぱりここはね少し、まあ、上のランクのねスマートフォンということでしっかり、ね、動画撮影時の手ぶれ補正は、まあ、一応ね一通り効くような感じにはなってますね。 もう一つですね、動画撮影モードでね、ウルトラナイトモードというね、新しい撮影モードがね、追加されまして、それもね、実際に撮影したね、えー、映像を見てもらいましたけれども、まあやはりね、あれは通常の撮影モードだと、ほぼね、真っ黒でしかね、何も映ってない状態しか撮影できないものが、ウルトラナイトモードに撮影すると、一応ね、形とか、まあ、若干色とかがわかるような形で撮影できるというのがね、わかっていただけたと思うんですけれども、まあですんでね、本当に真っ暗なところでね、 クラに近いところで撮影しなきゃいけないときに、あのモードを撮影することによって、一応形とか、まあ、なんとなく色とかね、あとどういう動きをしているのかとか、そういったものはね、捉えることはできるんじゃないかなと思います。ただやっぱりあんまり暗いとですね、あの画質が良くないのでね、だからその、 本当に真っ暗なところで撮影するっていう部分ではちょっとクオリティは下がりますけれども、やっぱりその、なんていうんですかね、一応撮れるというような形になりますし、あとあそこまで真っ暗じゃなくてもですね、やっぱりちょっと光が弱いところでも、こう全体的に明るく映るような感じになりますので、やはりね、これは新しい機能としてなかなかね、面白い機能ではないかなと思います。 はい。あともう一つね、動画撮影モードで追加になったのが映画モードということでね、まあこう、ちょっと横長の映画っぽい画角でね、撮れる、まあ、シャオミのね、レドミシリーズなんかではもう既に搭載されている機能ですけれども、まあ、その機能がね、追加されました。で、その映画機能に、さらにその、これもシャオミで搭載されている動画撮影時のプロモードといいますかね、まあ、ISO 感度とかシャッタースピードを変更して動画撮影ができるっていうね、モードを一緒にしたような形のモードが追加されていまして、まあ、これもですね、やっぱり今の旬のね、機能を追加してきたということで、 まあ、リアルミームね、やっぱりシャオミ i に送りを取らないようにそういったね、機能を入れてきたということで、やっぱりこの辺はね、まあ企業努力というか、まあシャオミに負けないぞっていうところがね、現れていて、まあやはりね、そういった新しい機能をね、どんどん追加してくるっていうのは非常にいいかなと思います。まあただですね、その動画のフレームレートとかやっぱ変更できないんで、やっぱりプロモードとかね、その映画みたいに撮りたいっていう人は結構ね、映像とかそういうセッティングとか撮影モードにこだわりがあると思いますので、やっぱりとりあえずね、機能としては追加されましたけれども、もうちょっとね、詰めた感じでね、えー、アップデートしてもらえるといいんじゃないかなと思います。 はい、あとね、まあ、全体的なところの話をしますとですね、これは私は3万1千円ぐらいでね、購入をしましたので、最初にも言いましたけれども、まあ、Poco X3 のね、6ギガモデルと、まあ、3三千円ぐらいの価格差かなと思いますので、まあ、あのね、世界最強の格安スマホ、Poco X3 と、やっぱりそのね、価格差ありますけれども、UKL 搭載してたり、やっぱね、新しいっていう部分もありますので、そういった部分でほぼ対等に戦える端末ってなかなかありませんので、ね、そういった部分で非常にコストパフォーマンスも高いですし、まあ、やっぱりね、クオリティもリアルミークオリティなので、本当に 安心してまあ、お値段以上のね、えー、性能になっていますので非常にお勧めできる端末の一台かなと思います。で c o X3 に比べていいところってねやっぱり有機 e l ディスプレイをね搭載してるってここはね一ついいと思います。で実際にですね今回ねこの Realme 6s も同時に届いてしまってまあ、一緒にねカメラテストなんかをしていましたけれどもやっぱりねカメラテストで写真をね屋外で見たりすると。 u e l ディスプレイの方がね、やっぱりこう綺麗に見えるんですよね。まあ今写真ってほとんどね、スマートフォンで見ると思うんですよ。スマートフォンで撮影してスマートフォンで見るっていう方が結構ね、もう多いと思います。で、実際に写真をね、送る。例えば誰かに見てもらいたくて送ってもその相手もスマートフォンで見るんですね。だからやっぱスマートフォンのディスプレイって結構やっぱ長い時間眺めるし、やっぱそこのね、えー、よしやしって ですよねまあですのでね、私はね、こう、端末をいろいろ比べて、撮影したりね、見たりしてますけれども、UKL ディスプレイの方が、ね、やっぱ高リフレッシュレートよりは、なんか UKL ディスプレイの方が付いてた方がね、やっぱり嬉しいなという,うところがありますので、まあ、この端末ね、そういう部分で、まあ、p x 3は高リフレッシュレートの方を選択してるんですけども、この端末は UKL をね、採用してきたということで、まあ、ここは非常にね、この端末のお勧すすめできるポイントになっていると思います。 はい。あとはね、見た目とかね、重さのところですね。やっぱりどうしてもシャ m ミの端末って性能もいいしね、コストパフォーマンスも、やっぱりリアルミーより少しコストパフォーマンス高いかなっていうところもありますけれども、結構分厚かったりね。 え、ちょっとカメラがね、ど真ん中にあったり、しかもなんかでかいっていうことで、まあ、ちょっとその辺がね、気になる方、ちょっと見た目が受け付けないっていう方もね、いらっしゃるようですので、まあそういう部分で言うとね、やっぱリアル目にね、見た通り、非常にね、薄くも見えますし、持ちやすいですし、重量もないしね。はい、この端末ね、私は3万1000というね、価格で購入をしました。3万1000でも十分なね、性能とスペックだとは思いますけれども、まあね、今の時期は11月11日のセールの直前ということで、 まあ今ね、ちょうどアリエクスペースのね、えー、ページを見たらですねなん、なんとこのね、リアルミー7プロがですね、えー、11月11日のセールで249.99ドル、250ドルくらいで販売されるみたいですね。えー、だから日本円で2万6千円くらいじゃないかなと思いますので、もうこの価格だったらね、もう買いましょうよ。 ま3万1000で購入してもですね、十分ね、えー、コストパフォーマンスも高いし、納得のいく価格なんですけれども、まあ、アリエクスプレスのね、まあ、セールって、まあ、2日間ぐらいしかね、やらないんじゃないかなと思いますので、やっぱりね、このリアルミー7プロを欲しい方は、この2日間で、 まあ、注文した方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、やっぱりどうしても、あの、配送遅延と言いますかね、もともと11月11日のセールの後は、やっぱりしっかり手間取るというかね、かなり注文が入りますので、まあ、時間がかかりますのでね、たいその年末に間に合うかどうか、年内に納品されるかどうかっていうね、えー、配送のタイミングになっちゃうとは思いますけれども、まあ、それでもね、この端末が2万6000円で購入できるなんて、 ちょっとなかなかないと思いますので、しかもね、本当に新しい端末なんでね、新商品がね、その価格なので、まあこれは本当ね、2万6000円だったらね、おすすめできますね。はい、というわけでね、まあ、あの、独身の日の前にね、紹介できたということで、ね、皆さんのお役に立てればなと思いますけれども、まあ事実上ね、5000円損したということで、非常になんか複雑な気持ちにはなっていますけれども、 まあ、うちのチャンネルの、ねまあ、存在意義というのはやっぱりこういうところにあるのかなというふうに思いますので、まあ、5000円損したけど皆さん、ね、この動画を参考にしてリアルミー7プロ買ってみてはいかがでしょうか今回は以上です